ケイトリン・ホワイエクはアメリカ出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはジャン・リュック・ベーカーなど。2018年4大陸選手権。2014年世界ジュニア選手権優勝。2010年6月にマイケル・ブラマンテとカップルを結成。2011年全米選手権のノービスクラスで銅メダルを獲得。2011から2012シーズンからは ジュニアグランプリシリーズに参戦した。2012年6月にジャンリュック・ベーカーとのカップルを結成。ジュニアグランプリシリーズのブライオン・シュベルター・サカズキでは銀メダルを獲得した。世界ジュニア選手権では7位だった。2013から2014シーズンはジュニアグランプリシリーズで連続優勝。初出場のジュニアグランプリファイナルでは銀メダルを獲得。 世界ジュニア選手権では SD でオールレベル4を獲得し首位に立つ。FD では2位となったがリードを守り優勝した。2014から2015シーズンよりシニアクラスへ移行こう。NHK 杯では銅メダルを獲得。全米選手権ではピューターメダルを獲得した。2015から2016シーズン、スケートアメリカで5位。中国杯では、 FD のウォームアップ後にリンクサイドでオートするなど体調不良に見舞われ大会を途中棄権した。全米選手権では5位となり表彰台を逃した。2016から2017シーズンチャレンジャーシリーズでは2大会で銀メダルを獲得しシリーズランキングで5位に入った。全米選手権は SD4 位スタートを切った。FD では自身のシンクロ、ナイズドツイズルと ストレートラインリフトでの双方の点灯があり、二つのエレメンツが0点となる大きな失点で8位。総合を5位に順位を落とした。202021ISU グランプリシリーズは非公認大会。新型コロナウイルスの影響で変則開催のため ISU の公認記録に反映されない。また世界ランキングのポイントも付与されない各大会の出場者を 地元選手や開催国に拠点を置く選手らに制限しており公平性を保つため国際スケート連盟2020年10月26日フィギュア今期 GP は特典非公認変則開催で日本経済新聞 h t t p s r l d n i k c o m スラッシュアーティクルスラッシュ tgxlsxk20048x21c20a0000 s イコール62021年9月6日閲覧。ありがとうございます。